いてなくても大丈夫、これを見てるっていうだけで。なんか由美さんにとって書くっていう時間はどういう気持ちだったり心の動きっていうのが起きるんですか？なるべく詩みたいな文字を、あの文字もなんか布のかけらと同じでいっぱいある文字の中から、言葉の中からそれをなんかすくい取って並べていくっていう仕事で、でまあその前に多分ね、畑でした感動とか田んぼでした感動とか、なんか感動がいっぱい感じるものがいっぱいあるので、そこからなんかいろんなものをすくい取っていくような仕事だなって思ってるんですけれど、そういうことをなんだろう、まあ布だと一つのね、つなぎ合わせて服にしていくで、言葉だと本という形にしていくので、どちらもなんかその中にある感じたものとか感動したものとか、見てきた旅で見てきた目の蓄積とかを一つにまとめて、それをこう形にしていくものだなって思って作ってます。でもなんか作ろうと思って作ってないよ、うん、好きで好きでもうなんか書かずにはいられないっていう、服も好きで好きでもう作っているのが一番好きだから、作ってる時間は本当に楽しい時間。よく子供たちが小さい時にここにお風呂があって、向こうのお家からお風呂に入りに来る時にミシンをしているのが見えるんだよね、うん、なんで一人でニヤニヤ笑いながら作ってんのって質問されたことがあって、いや笑ってるんだって思って自分でも気がつかないうちに、多分熱中してそうやって仕事してるのがすごい好きで、だから作ろうと思ってこうなんかねチクチクするとか、書こうと思って何か書くとか言うんじゃなくって、もう好きだからもうすでに気がついたらそれをやっちゃってるみたいな、なんか多分布に溢れ出たこの布に囲まれてることとか、うん、言葉に囲まれてることが好きで、うん、何かこれを作ろうとかこうしようとか思ってはしてないですよね、うん、だからなんか好きだからなんか気がついたら作ってたっていう、うんなんかその間深い瞑想に入ってるみたい。なるほど。チクチクしながらとか、言葉もだから構成とかすごい早いって、文字構成お願いしますって来て返すのがなんか一番早いって言われてます。もう好きだからすぐ見たくって、もうずっとずっとやり続けちゃう。だからよくねお豆とか焦がしたりとかね、台所で構成してんのになんか気がつかずに焦がしたりとかよくしてるんですけど、夢中ですね、うんうん、そう、いやそれをしているのがすごく好きだから、なんかこうしようとか、うん、ああしようとか、こういうものを作ろうとかっていうなんかね、そういう気持ちが全然ない、気がついたら出来上がってるみたいなくらい、多分すごく本という形とか、本もなんか本は文字だっていう人がいるんですけど、でもそうじゃなくて本もやっぱりその人の表現の一つ、もう全体想定も全部含めて、で物ももっとこうね、物は着るものだったりね、使うものだったり、絵も同じで、絵もなんか描いたものからこういろいろなものを受け取る仕事なので、必ず好きな絵を身近に置いて、うん、今はあのミルコさんのあの赤い絵なんですけれど、あれと毎日会話してます。あのなんか輝く人たちなんだろうみたいなあの子がすごく可愛くって、あの子が多分物作りの神様にキラキラって、なんかあ出来上がってこれだって思うものはね、みんなああいうなんかキラキラの神様がついてるような気がして、このマリのボリに出会った時も多分この人は意識してないし、このものはきっと
なんだろう、なんか宗教的な儀式、牛に対する思いとか何かがあって作られたものだと思うんですけど、うん、このね、ボリの雰囲気がもうキラキラっていう、あの人がいっぱいなんか周りに見えてすごい感動して、なんだろう、もう本当に、あ、連れて帰りたいと思って仕事するときに、こうふっとしたときにこう見たいもので、目の前にあったらいいなって連れて帰りましたすごい大変だと思うけどね、これマリからあの日本に持ってくるのがね、もうものすごく脆いものなので、遅れるかどうかもね、なんか心配だって言ってらっしゃって、本当だったらこうやって抱えて持って帰りたい気持ちだったんですけど、結構重いんだよね。もう一人いてもいいかな、こっち側にもう一人向き合わせでそうって思っちゃうくらい、なんか一つのものに対する思い入れがすごくって、このチベットの服、まあこれはネパールの農民服なんですけど、はい、チベット人の人がよく着ている服で、なんかね、着ていて落ち着くんですよね、こうやって打ち合わせになっているものって。でやっぱりそのチベット人のおばあさんが三つ編みをしてこうやって着ていて、でここにお椀とか、なんかトルコ石のなんか、ね、宝石とかをいっぱい入れて、多分それもお守りだと思うけど、で中にはこの三つ編みの中に宝石を編み込んでる人もいる。遊牧民だから全財産を持って歩いてるんだよね。なるほど。族長の妻っていうのが先頭を歩いてるんだけど、すごくかっこいいんですよね、おばあさんなんだけど、顔はもうなんかシワシワで、でもなんかすごいなんか生き生きとしていて、そのおばあさんのことを思いながら着るんだよね、チベタワンピースでもこういうネパール農民服でも。だからそういうなんかこうね、流行でこれ作りましたっていう服も溢れてるけど、で機能的な暖かい服も溢れてるけど、こういうずっと着られている衣服、その流行の衣服とは関係ないところで民族の人たちがなんかまるで土を着るみたいに土着的に着られてる服が作りたい服なんですよね。でそれは日本だったら着物かもしれないし、なんか前掛けかもしれないし、なんかそのアジアの人だったら、なんだろう、こういうチベッタンワンピースとかネパールの民服とかペー族の服とか、みんなこういうミョ族の民服も打ち合わせになってる服、でなんかこう多分ここの胸腺がね、ここに胸腺っていうすごい元気の元があって、ビタミンじゃないけど、この胸腺を刺激するとすごく元気になるってる。でここを多分すごく守る意味でも、ここに二重に着てるっていうのがなんか気持ちがいい状態になるので、でそれと前掛けなんかは必ずそのチベット人の人も帯を締めてるんですよね、あのチベタンワンピースの上から帯を締めたり、こう前掛けみたいなちょっとものをしたりして、ギュッてこう腰を締めてて、でそうするとなんか丹田が立つような気がして、体もなんだろう、すごくシャキッとするので着ているし、そういう服をこれからも作りたいなって。でやっぱりそれぞれの民族の中に伝わってきたそういう土を着るような服がとっても、あの、なんだろう、流行のものってきっとなるべく少ない布を使ってなるべくたくさん作れるように、で早く作んなきゃいけなくって、でそうやってなんか誰かにしわ寄せがいていっぱい作っては捨てられちゃう服ではなくって、ずっと作ろうをしながら着続けられる、でその民族に伝わるもののように生きていけたらなって思っています。とにかくね、今ね、山岳少数民族に夢中なんで、なん
か家紋族のシンさんとか蓮天族のあのナリンさんとかをちょっと追っかけたいなって思って、あまた大好きをお洋服とか言葉にして、うん、ぜひ楽しみにしてます。本当になんか蓮天族の人たちが今この同じ時代に綿を育てて藍を育てて、あの、ね、糸を紡ぎ出して機織りして一枚の布を作っているっていうことにものすごいこう感動するんですよね。その今ここで起きている日本のこの社会のありようと蓮天族のありようが同じ社会の中で同時にあるっていう、それが素晴らしいこと でそういう人たち の衣服もまた手縫いで作られていて、うん、そういうなんか本当に体にまとうものなんだけど食べるものと同じようにチクチク作っていきたいなって思っています。